こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。本日はセリア購入品紹介です。クラウンの置物、ワールフラワー、不織フロール、PP シート、こちらの不織フロール、バラの柄が可愛いですね。撮影に使えそう。こちらはチップスタンドになるかなと、セリアに行くたびいつも悩んで買わなかったけれど、今回やっと購入してみました。チップスタンドつけてみたけれど安定しなそう。波消しブロックの方が安定しますね。波消しブロックもセリアですよ。直接チップをつけたらどうかな。ザ・ホイルジェルを塗ります。硬化しました。チップは安定して良さそうです。今度撮影の時に使ってみます。ピントが合いやすくなるといいな。こちらはインテリアとして購入しました。ローズの不織フロール、シンプルでいい感じです。PP シートはカットして使います。中央を測って半分にします。厚みがあるので何度かカッターでなぞると切れますよ。また測って半分にします。どんどん小さくしていきます。
このサイズになったら完成です。作っていたのはこれの代わりになるものです。100円の PP シートで200枚くらい作れます。アリエクでも50枚で350円前後するから、作ると節約になります。粘着テープをつけます。画像で伝わるかな、そこそこの厚みもあります。5本セットのチップを保管するのに便利ですよ。保管用なので切りっぱなしですが、ディスプレイ用なら角を丸めるとより本物っぽいですよ。ご視聴ありがとうございました。プロいいねもよろしくお願いいたします。次回も見てね。